のくまの登場です。ではでは、最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では、お父ちゃんは引っ込んでて、おや、学級裁判では殺人を犯した黒とそれ以外の他の生徒の白が対決するんや。誰が犯人かを議論し、お父ちゃんは引っ込んでて、おやおや、その後の投票タイムで多数決によって導き出された答えが正解だった場合は、殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、残った他のメンバーで共同生活を続けるっちゅうわけや。ただし、もし間違った人物を黒に選んでしまった場合は、黒だけが生き残って残った白全員がお仕置きされてしまうんだよ。悪くないよ、我が子たち。ペロ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 。というわけで、クレイジーマックスな学級裁判の開幕です。犯人はゴンタで決定だ。謎はすべて解け、立ち返るかな。エイブイルームの出入り口は一つじゃねえよな。廊下に面した扉もあったはずだぜ。その途中には障害物もない。それは違うよ。怪しいのは春川ちゃんじゃない？はあ、バカ言わないで。どうせ桃田あたりが犯人なんでしょ。何言ってんだよ。俺が犯人なわけねえだろ。だから誰が犯人なんだって。ちょっと、みんな落ち着いてよ。ちゃんとみんなの発言を聞き分ければいいだけだから、君ならできるよね。アンジーにはアリバイがあるんだ。天狗は後頭部を殴って殺しません。俺らにこの隙間なんてなかったはずだ。神様だよ。受信機が鳴ったのは2人が一緒にいた時よ。だからそれは赤松ちゃんの嘘でしょ。嘘かどうかはもっと話し合ってみればわかるよ。これが僕たちの答えだ。ポポポポポエクストリーム。でもそれは残酷だよ。なんだよこれ、どうなってやがんな。僕らはどこまで落ちていくのだろうね。そこの男子はデリガシーを学んでください。黙ってないで何か言いなよ。昔の話だ。不確かな推理を押し付けてるだけ。やめちまったぞ。喋ると口の中へ。裁判なんて久しぶりだな。本当にアリバイがあるんだって。もう我慢できないよ。危なくなったらちゃんと逃げますから。勝手にせ。で、ここからが本題っす。やっほー、待ってました。終わりにしたいんだよ。私は学級裁判だって利用するよ。